国鉄補機3500経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した発破車である。本形式は、セメント輸送用として1952年から1960年にかけて日本車両製造、汽車製造、日立製作所、新潟鉄工所、川崎車用、東洋工機、 共産工業にて製作された30トン石の私有貨車である。1952年11月から12月にかけて、我が国初の有害発破車として、多機 2200K6 両が製作された。約1年後の1953年9月12日の、発破車の制定に伴い補機1型に改版された。全車が改版されたため、多機2200型は、形式消滅となった。 その後は、補機1型として新たに248両が、製作された1959年10月31日に、補機4100系、全車4両が車席編入され、補機1124補機1127となった。同時に補機4100型は、形式消滅となった。種者である補機4100保機4103は、日立製作所にて、 同年3月31日に落成し、補機4100系の形式存在期間は、わずか7ヶ月間であった。1963年7月26日に、再び開板が行われ、補機1型は、補機3500型と改められた。この際の不板方式は、補機1補機94が、原番号プラス3500、補機1000機1160が、 原番号プラス2595、十五2000、補機2002が、原番号プラス1756であった。このため、補機3500は、欠番となる。その後も製作は継続されが完成し次に、三義鉄道からの車両重量が、車席編入の際誤って、同じ番号を不番してしまい二車減損となってしまった。このため、同時期に、同じ番号の車が、 それぞれ2両存在した。これらの車は約6年後の1977年3月19日に新番号が与えられた。以上合計279両が製作された。200方式は上入れ、下出し式であり、2おろしは自重落下式であるが一部車両にはエアスライド式もある。寸法関係は製造ロットによる多少の違いはあるが全長は9600。 ミリメートル1400ミリメートル、全高は3705ミリメートル、重量席は23.1立方メートルマイナス31.5立方メートル、地長は15.3トンマイナス17.0トンで、換算量数は、積車4.5、空車1.6である。台車は、ベッテンドルフ式の TR41 である。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には15両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点で現存していたが、1996年5月に15両、一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数は次の通りである。ありがとうございます。